大阪市立宮古島第二工業高等学校は、大阪府大阪市宮古島区にある、公立高等学校。夜間定時生活程を単独設置する、高等学校である。全日制の大阪市立、宮古島工業高等学校と校舎を共用している。工業高等学校という名称だが、工業系学科の他に普通科も併設している。二学期制、単位制を導入している。 また4年生だが、希望者は1日あたり1コマ多く授業を受講することにより3年での卒業も可能となっている。2021年度新入生を最後に募集を停止し、2025年3月の閉校が予定されている。また2022年度以降は、大阪府に移管されることになっている。夜間家庭の大阪市立大阪工業、学校付属工業補修よる学校として、 大阪工業学校に併設志向者を時間差で共有する形で1909年に開校した。その後大阪市立工業補修学校、大阪市立工業専修学校、大阪市立宮古島工業専修学校へと改称している。開校当初は大阪市北区北の牛丸町に校舎があったが、大阪駅の拡張工事に伴い立ち退きの対象となり、 1925年に現在地に移転している。さらに1935年には青年学校令が施行された。大阪市では法令改正を機に一部の私立実業補修学校をお辻実業学校へと昇格させることにした。当時の大阪市立宮古島工業専修学校も昇格の対象となり大阪市立宮古島第二工業学校へと改編された。 太平洋戦争の戦災の影響で、1945年から翌1946年にかけて空襲で校舎が被災するなどして、廃校となった大阪市立南馬工業学校第二本科、大阪市立東第二工業学校、大阪市立鳥島第二工業学校を相次いで合併している。学生改革により、1948年に新生高等学校として、 大阪市立宮古島第二工業高等学校が発足した。定時制課程を単独で設置し、機械化、電気化、建築化、土木化を置いた。翌1949年には普通化も併設した。大阪府内の公立高等学校では、終戦直後に総合制課程を取っていても数年で、廃止されて普通化単独もしくは専門学科単独となる例が多くあったが、 宮古島第二工業高等学校ではその後も2020年代に至るまで普通科と工業系学科を併設した課程が取られている。1991年には土木科を都市工学科に改祖し、また1997年には単位制課程を導入した。大阪市と大阪府の方針により、大阪市立の高等学校全校を大阪府に移管する方針が具体化し、 2020年12月に大阪市会及び大阪府議会で遺憾に関連する条例が可決された。これに伴い大阪市立の高等学校全校は2022年度より大阪府に遺憾されることになった。これに伴い大阪市立の定時制単独高校は募集を停止し校舎を強用する全日制高校の定時制課程として統合再編されることになった。 宮古島第二工業高等学校は2021年新入生を最後に募集を停止し、2022年度以降は宮古島工業高等学校定時制課程、総合学科として募集する。在校生の学籍は卒業まで宮古島第二工業高等学校となるが、大阪府立として移管された上で新たな宮古島工業高校定時制課程と並存し、 最後の学年が卒業する2025年3月の閉校が予定されている。ありがとうございます。